お疲れ様です。プチタジです。プチです。タチです。よろしくお願いします。お願いします。ナーミちゃんは2階でおねんねしております。はい、寝ております。はい、はい、というよりかは今日はナーミちゃんとかじゃなくて私たち夫婦、はい、喧嘩しねんかっちゅう話でさ、まあ、そういう話を今日していこうかっちゅう話をな。そういう話なんかっちゅう話や。そういう話なんかっちゅう話を今日していこうかっちゅう話をな。そういうことやっちゅう話や。ぬぐんかって聞いてんねんな。話が進まんやないかっちゅう話やねんな。はいはい、ペロペロはい、ということでですね、はい、いろんな視聴者さんから、はい、ゆうちゃんのたちくんは喧嘩しないんですか、夫婦仲良しの秘訣は何ですかとかめちゃくちゃ聞かれるわけ。すごい聞かれる。特にライブ中何遍三遍答えたか、もうなんか私はもう何が秘訣ってなってきてるぐらい聞かれてるから今回ちょっとお話ししようと思っております。はい、はい、これをね、撮る前にさ、最後いつ喧嘩したかいなあ言うて、うん、話しちゃったんやな。じゃあ本当で思い出せない。うん、絶対になあちゃんが生まれてから1回はしてるはずなんだけど、1回どころじゃないと思うけど、うん、でも覚えてない、思い出せんよな。ここ 1,2 ヶ月は多分やってないと思う、うん、最近喧嘩をしなくなりました私たち。ぷー、うん、ちゃんターチくん喧嘩しないんですかっていうことに関しては最近はしてないけど、昔は口での拳がすごかったお互い、もうあー口からガトリング出とるんかなぐらいの喧嘩をしてました。実は、うん、まあ、それがいつ頃だったかっていうと、同棲を始めてから、2020年に始めたから4年前。最近はしなくなったということで、じゃあなんでしなくなったのかっていうことをね、うん、ちょっとね、はい、考えてみたよ。確かね、なんかの動画でも前ちらっとこういう話したと思うけど、今回はもうちょっと深掘って何？はい、深掘って話していこうと思います。違った？ブブブなんで深掘ってじゃないの？ん？深掘りしてでしょ。深掘りしてか、はい、ブプチタチ。はい、ということでですね、はい、まあ昔その同棲してた時はマジリモコン一つでバチクソに喧嘩するほどの喧嘩だったんですよ、うん、まあそんなのがなくなっていったということでですね、そうもなマジで、大体喧嘩をする要因は私にあったわけ。ほぼほぼない、9割1割ぐらいの割合で、うん、今だけ私は言える大人になったけんね、私が悪かったと。ごめんなさいって。弱い。あ、まだ子供だな。絶対あの時はすいませんでした、はい、まあ、プーちゃんがまず大人になれたということ、うんうん、あとはこっからね、夫婦仲良くするための秘訣を3つ、3つですか。はい、話してみようかと思います、はい、じゃあ1つ目、はい、置いときなさい、これもいつまで持ってるの？もうこれで毎日素振りショールだけ。ちょっと練習せないでんの。何の練習だよその1、はい、ありがとうとごめんなさいを言う。はい、はい、もう本当にこれに尽きると思う、ぷーちゃん。どっちかがありがとうを言ってどっちかは言わないとかだったらやっぱたまるよね、うん、お互いが意識することがとても大事だと思います。はい、たちくんのめっちゃ言ってくれるよ。俺口癖かのようにどっちも言うよな。言う。でやっぱり言われたら言わなきゃって思うし、でさっきもな、お昼ご飯食べる前に米がなかったんですよ、炊飯器の中に。で最後にご飯入れたのこの人で、たちくん、ご飯最後に入れたらどれぐらい残ってるか教えてってさっきプッて言ったらさ、あ、ごめんってさらって言ってくれたから、なんかそこで一旦落ち着くわけ、私のこの気持ちが。実はね、昨日の昼も逆のことがあって、あんたも実はさらっとごめんって言った。あ、本当に？うん。あ、もう無意識の領域。そう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 、うん、しかもお互いさ、ごめんって言ったのも忘れてるぐらい言ってんのよ、うんうん、まずそれが一つね、うん、すぐに予定を共有する。あ、はいはいはい、これ意外とよ、意外と案外大事、うん、今日送り迎えしてって言ったじゃんとかあるあるだな。だから、まあ、そこまでね、細かいことをかけとは、まあ、言わんけど、明日これがあるねとかっていうすり合わせを私は夜にしとる。であと私はカレンダーアプリで予定をじゃんじゃかじゃんじゃか入れていってます。前ね、共有しなかった時があって、うん、2人がそれが原因でよく喧嘩しとっただよな、うん、じゃあその3、はい、起きましたおはよう、おはよう、はい、もう話し合いですね、これは2番とも近いんだけどな、うん、うん、思っとることを伝える。喧嘩する前になんで喧嘩になりそうになっとるかを話す、うん、うん、まあ以上3つですね、うん、これやっとったら夫婦間は大丈夫だと思うんだけどな。まあお互いあと約束しとることがあって、え、人に当たらない。
覚えてるかな。覚えてるかな。同棲の時に、今じゃ考えられんかもしれんけど、もうすごい喧嘩しとって、うん、いつ別れようかなって思ってた。そうそう、だけど同棲だっけな、結婚してないけ、うん、そうそうそう、もういつでもまだ踏みとどまることができるタイミングだけ。そうそうそう、うん、まあけど今となってはね、それを乗り越えて今があって、うん、そしてナナミリーさんがおるわけですから、うん、まあ良かったですよ。良かったです、うん、まあそんな感じです。まあよく聞かれるんで、改めて考えてみたら、うん、この3つかなって思うかな、うん、簡単にできそうだけど、今も喧嘩よくされてるって方は最初は難しいかもしれないけど、この3つを頭に入れていって生活していったら徐々に喧嘩なくなっていくんじゃないかなとは思うんですけど、どうかな。やってみて、ちょっとコメントにでもちょっと書いてみて。まああとシンプルに家事分担ちゃんと決めたりするっていうのが大事かもしれない。ああそうだな、奥さんばっかり家事されとって、それで溜まって爆発するっていう場合もあるかもしれないし、多分その家事とか何でもそうだけど、うん、これどっちがやるのっていうものをもうきっちり仕分けといたら、うん、それをできてない人が悪いわけやん。決めた方がいいと思う。え、うちも決めとるでな。まあ大体な、まあ暗黙の了解にはなりつつあるけど、そうそうそう、最初の方は決めてました。うん、うん、やる前に宣言する。俺今からお風呂洗ってくるけってよく言うやん、うん、私これからご飯作るでとか言うようにしてるんですよ、うん、あそしたら、あじゃあ今から家のことをする時間なんだなってなって、お互い気が使えたりしてるのかもしれん、うん、まあでも世の中には旦那さんがすごいお仕事が大変っていう方もあるんでね、もしそういう場合はちょっと奥さんがまあなそうだよな、ちょっと汲み取ってあげるのも大事かもしれない気持ちを。そうだよな、うん、俺も結構大変だったから、サラリーマン時代休みが2週間ないとか、うん、でもさせとったよプーちゃんな、うん、今終わったらめっちゃしとったなんなら朝早起きてあなたの弁当作った時も喧嘩して、ああったあった、俺仲直りしたかったから、かわいいことしとったな、お互いまあ私は会社勤めじゃなくて、うん、家で2人でこうやってやってるので、うん、参考にできる部分できない部分っていうのはあると思うんですけど、うん、まあ、私たちはこんなんでやってますよ、うん、よく聞かれるんで本当で動画にしてみました。はい、うん、平和な仲良しの夫婦が増えるといいなと思います。はい、プーちゃんそんなリモコン一つで喧嘩しとったらかいなって思った人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では皆さんの幸せを願って、はい、せーの、ベイベー。そのリモコンの件っていうのは、アパート時代にまあ、一緒にね床で寝とってね、布団敷いて、でリモコン式の電気だったんですよ。部屋の電気消すのにまあリモコンでねオフにしてたんですけど、まあ、寝る前にね、まあ、二人ともこうやって布団に入って、プーちゃんも僕も布団に入って、なんかずっと光ついてるなと思って、あまあ消そうかなと思ったら、リモコンどこだろうって思ったら、プーちゃんのここ枕元っていうか、もう顔のもうすぐ1ミリ隣に置いてあって、リモコンがね。はよ喋れな。はよ、タメント。まあ、ここに置いてあって。簡潔に。うん、置いてあってね。プーちゃん、ちょっと電気消してえなって言ったら、プーちゃんがなんか、その時ね、僕に命令されるのが嫌だったんですよね、多分。それで切れて。お前が消せやって、投げてきて。覚えてない、そんなこと。この動作あったら消せるやんってなって、俺をブチ切れて、深夜3時ぐらいまで、お互い次の日仕事なのに喧嘩したっていう話です。めでたし、めでたし。覚えてねー。覚えてない。覚えてないよ。いい、まあ、他にもまだまだいっぱい俺覚えてるやつあるけど、それはちょっと内緒にしとこうかな。うん、もうしまっといて。墓場まで持って行って。この子には聞かせてあげよう。いけーよ。